おはようございます。創価塾の久保でございます。まあビジネスを辞めた私なんですけども、ただビジネスのネタっていうのは毎日見つかるもんですね。もう嫌になっちゃいますね。特に意識もしてないのにこんな儲かる方法が日々日々入ってくるということで、まあ要求がなければいちいちお話しすることはないんですけども、昨日ちょっとしたきっかけでですね、あ、これは話してもいいかなと思ってたんですよ。それはですね、転売の方法です。私が転売でどのような利益を上げているかっていうのは、多分ね、多くのメルカリ転売とかアマゾン転売とかやってる人から見ると異次元と言いますか、全く違うやんみたいな世界だと思います。そうなんですよ。発想を変えないと他者を出し抜いて大きく儲けることはできないと私は思ってるんですよね。で、今回ちょっとお耳に挟んでというかね、私はこれ日常的に考えているっていうかな、思いついていることなんですけども、ビジネスをやってませんので実行はしてないんですよ。ただこれは思いつくだろうみたいなことがあって、今回は一撃で5万円の利益を出す転売の方法ということになってきます。だからね、仕入れてそのものを売るだけの転売ではなかなか稼げないところがあったり、作業量ばっかり増えちゃうんですけども、私の使っている方法っていうのは、まあもう論より証拠をお話ししましょうかね。今クレジットカードの 20% キャッシュバック還元っていうのをやってることをご存知の方っていますかね。今ですよ、例えばね、三井住友カードの新規とか、カード利用で 20% が最大キャッシュバックキャンペーンとかね、 JCB カードの 20% キャッシュバックキャンペーンとか、クレジットカードとにかくね、キャッシュバックとかキャンペーンが多いんですよ。クレジットカードってむちゃくちゃ多いんですよ。だからクレジットカードを上手に使うことが転売で勝つ秘訣になります。でも多くの転売のコミュニティっていうのは、クレジットカードのポイントを20ドルしましょう、30ドルしましょうみたいな、ちょっとね、まあそれでは儲かんないだろうと、労力ばっかりかかるだろうみたいなことしか紹介してくれないんですよね。で、例えばこういう話があります。先日発売されたのが、ディズニーのつむつむフェスティバルセットってやつなんですけど、これ 39,800円するんですよ。当然私普段ゲームしませんので、こんなソフトのこととか情報を一生懸命取ろうと思ってるわけではないんですけども、自然に入ってくるんですよね。で、これを 20% 還元のカードで買えば、実質 31,752円で買うことができて、プラス購入金額の家電量販店のポイントってのももらえちゃいますよね。今回、プラスアルファでもらえるポイントに関してはちょっとね、置いておきます。で、これをですね、中古で 38,500 円で買い取っていただけるところに転売するという形なんですよ。どうですかね。物を仕入れてただ売るだけではなくて、クレジットカードの 20% バックというものを活用することによって、1台転売して 6,748 円の利益を上げることができるんですよね。で、先ほどお話した三井住友カードはビザとかね、マスターっていうのがそれぞれ 20% 還元ですし、 JCB カードは指定カードなら何枚でも 20% 還元で使えるわけなんですよ。これがすごいんですよね。 JCB カード1枚あったら、まあ 20% 還元、要するにね、それぞれ1万円ぐらいの利益を抜けるってことなんですよ。で、キャンペーン対象のビザ、そしてマスターカードでそれぞれ1枚ずつ、合計2枚ですよね。で、 JCB カードが5枚ということを使うと、合計で7枚のカードを使って7個のディズニーつむつむセットが、フェスティバルセットが購入できるわけなんですよね。で、締めて利益は47,000円、プラス家電量販店のポイントもそれぞれあるということなんで、一撃で5万円が成り立つわけなんですよ。これをですね、私朝起きてちょっとニュースサイトを見ると、自然にこういう情報が入ってくるんで、じゃあこういうふうな転売したら儲かるんじゃないかなというふうに思うんですけども、なぜかね、転売を本業としてる方っていうのはこういうのをやらないんですよね。一生懸命安いものを仕入れてなるべく高く売ろうというね、それもすごく大事な努力だったりね、工夫だったりするんですけども、これは転売の手順を覚えるための、私にとっては練習でしかないってことなんですよ。この練習でスムーズに作業ができるようになったりとか、紹介なんですかね、文字を作るようになったり、文章を作るようになったりとか、それから画像がね、上手になったりとか、出品のペースが速くなったりとかっていうので、圧倒的に稼ぐときにはこういうふうなね、別の要素も組み合わせて圧倒的に稼ぐわけですよ。で、今回はクレジットカードの 20% キャッシュバックキャンペーンっていうのを使って、仕入れを有利にするわけなんですよね。よく商売でこういうこと言います。仕入れで損して販売、仕入れで得して、仕入れで儲けて販売で損せよって言うんですよ。だから、いかに仕入れに、エネルギーを込められるかっていうところがもう全てなんですよね。仕入れで 20% 安く買えたら、もうね、販売の時に、例えば他の人とね、
比べて 10% 割引でも差し引き 10% の利益が残せるってことなんですよ。で、他社はこの値引きに追いつけませんから圧倒的に売れていくっていう流れができるわけですよね。で、一回売れればリピートを作る工夫っていうのがまたこれが生きてくるんですよ。で、それを私が活用して転売をね、どんどん進めていったってことがありますけども、だから多くの方が転売をやられている、もしくはプロフェッショナルとして転売を人に教えている人でもこんなことはね多分教えてくれないんですけども、やるべきはこっちなんですよ。やるべきは私のやってることなんですよ。ただこの一撃で5万円を稼げる方法っていうのは思いついても私やらないんですよね。ビジネスをやめてしまったからなんですよ。だからビジネスをむちゃくちゃやってる時っていうのはこういうものばっかりやってますんで、1日に10万円の利益をどんどん重ねていってですね、まあ1億円というものを目指していったっていう経緯になりますかね。で、こういう情報をどっから取るんですかっていう質問が来るんですけども、これもだからね、例えばツイッターで検索したらこういうのボロボロ出てくるわけですよ。だからツイッターのアカウント取ってもツイッターで検索する習慣がなかったりすると、せっかくツイッター上に情報が流れてるけども、それに全然気づかずにですね、昨日までと同じような繰り返しのスモールビジネスをやっていくってことになるんで、それはレッドオーシャンになっちゃいますよね。だから誰もが思いつかないというかね、情報って全然隠されてないわけですよ。ただそこにたどり着く検索能力とか発想ってものが一人一人全然こうね差があるわけなんですよね。で、その一人一人の個体差が、個人差が大きな利益の差になっていって、生活の差になっているってことなんですよ。情報は何も隠されてないんですよ。検索すれば同じように出てくるわけです。ツイッターで検索すれば同じように私もこの動画を見てる方も同じ情報に行き着くんですけども、多分それをしてないんだと思うんですよ。だから初動でもう間違えちゃってるっていうかね。最初はより有利な情報をどっから取るかなってことで、もう圧倒的にツイッターでいつもいつも検索するということなんですよ。検索もたくさんしなくていいんで、少し検索して有利な情報、例えばね、一撃で5万みたいな、今回みたいな方法に行き当たったらもう別の検索しなくて、それだけやればいいってことになりますから、何もね、情報収集にものすごくエネルギーを込めたりとか、時間を使ったりする必要もないってことなんですよね、きっとね。で、その都度旬な商品っていうのをツイッターでリサーチすれば、目利きは全くいりません。だから、転売で困るのは目利きなんですけど、目利きなんてまあいらないんですよ。仕入れの数を抑えて買い取りが高価なうちに、高値なうちにですね、もう転売すれば今回みたいな月5万円っていうハードルはそんなに高くありません。私はね、悪くても1日に3万円ぐらいの利益が出ないとやっぱ転売ってのをやる気がしないと当時は思ってたんですよね。でも多くの方ってのは1日に1万円ぐらいの利益を目指していきますよね。ということは1日に1万円の利益が取れるような情報にしかリーチしないってことなんですよ。で、私は毎日3万円、悪くて3万円、良くて5万円とかね、もっと良くて10万円みたいな情報のリサーチになってくるんで、当然ね、1万円を目指すレッドオーシャンには入らないわけなんですよ。だからそういうふうに考えていくことが肝要なのかなと思いますよね。ただしですね、任天堂のスイッチのような買取価格が一定しているものプラス 20% 還元のボーナスステージっていうのは長くはないってことを覚えておいてください。だから私がこうやってお話しするってことは、やっぱもう何、いつまでしかできませんよってものなんですよ。でも、いつまでしかできませんよってキャンペーンがいつもあるんですよ、一年中。よく言いますけども、今しかないチャンスっていうのがいつも量産されてるってことなんですよね。で、転売は基本的に薄利多売の両勝負というふうに言われてますけども、私の場合はその薄利多売から逃れたくて転売をやってますんで、あんまりね、カメラ転売もそうですけども、1個しかやらないのに5000円とか1万円の利益ってものをやるわけなんですよ。で、それを毎日やっておけば、時間はたくさん余って、お金はたくさん儲かってってことになるんで、多分ね、多くの方が求めているビジネスの姿になると思うんですよ。だから、凡事徹底とかね、繰り返すことが大事、継続することが大事っていうのは、もう確かにそうなんですけども、労を多くして実りなしみたいなことをね、一生懸命繰り返すのが、この美徳というね、そういうふうな古い価値観ではなくて、少ない労力でたくさん儲かかることを凡事徹底すればいいんではないかなと思うんですよね。まあ当たり前のようなことを言ってますけども、ほとんどの方がこれをしてないと。私がもう気軽にね、パラパラパラっとおしゃべりする内容でも多分多くの方はされてないし、私の情報を聞いても実際にやる方ってあんまりいないと思うんですよ。で、昨日までの1回につき3000円とかね、5000円とかしか儲からないものを一生懸命やったりとか、場合によっては数百円とか、1000円前後の利益のものを量やってなんとか1万円作るみたいな、これはね、効率の良い単純労働とでも言いますかね、特にバカにするわけではないんですけども、いや本当に転売のプロになるんだったら一つの転売でやっぱりね5000円とか1万円ってのを抜いていかないといつまで経っても自由な時間できませんのでね、私はそういう風にすることをお勧めしますね。で、メルカリはポイント消化目的の購入も多いので、ダイソー商品の出品など100均の転売をメインにしているセドラーもいるぐらいなんですよ。
で、私が、ずいぶん前ですけども、2013年、速稼塾始めた頃って、ダイソーがまだ行き渡ってない時期があったんで、ダイソーの商品を仕入れて、それを国内で売って儲けるっていうものもありましたし、それからね、ダイソーで仕入れた、とっくりとかね、扇子とか、そういった100円のものを海外に売るっていう方法もありましたね。日本風なもの、飾り物をダイソーで仕入れてきて、例えば仕入れ原価500円ぐらいのものを3500円で売るとか、その急須とかですよね。まあアメリカの方とかお茶を飲む方がいるんですけど、マグカップで飲んでるんですよ、お茶をね。だから本当にお茶の味を知りたかったら、この急須と、このね、茶碗で飲みましょうみたいな感じで、そういうのダイソーで仕入れてきて、転売するということで、高い利益を出している方がいました。ただですね、ダイソーは結構海外にも進出したんで、今は通用しないのかなと思いますけどね。そういった形で、期間限定で通用する稼ぎ方を、いつもいつも調べていく、リサーチしていくっていうのが、本当に、楽な転売をする方法であるんではないかなと思います。だから商品単価、個体単価をリサーチするのが転売のリサーチャーだというふうな考えの方が結構多いと思うんですけども、私の場合はキャンペーンのリサーチをすることかなと思うんですよ。そして、少ない労力で大きく利益を抜いていくってことを考えた方がいいんじゃないかなと思いますよね。まあそういうふうに考えてますけど、皆さんいかがですかね。本日の放送は以上でございます。まあこういう発想でね、どんどんこうね、楽にどん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 稼いでいかないと、いつまでたっても自由にならないと思います。ぜひね、情報のリサーチを進めていっていただければと思います。今回はちょっと一撃で5万円稼ぐ方法っていうね、そんな方法あるのみたいな感じですけども、単純明快なわけですよ。で、私はこういうのを日々やっていって、やっぱりね、こう、一日にやっぱり10万円の利益を取りたかったわけですからね。一日に1万円の利益を取ろうっていうふうに考えてなかったんですよ。これはね、インターネットビジネスを始めてすぐですよ。すぐです。本当に、最初から、1日10万の利益を目指しましたんで、1日1万円の利益を目指すっていう、そういうね、フェーズはなかったですね。はい、では以上でございます。